どうも、サニーです。サニーです。はい、今回は THE FIRST 11-1、はい、クリエイティブ審査のチーム C を見ていこうと思います。行きましょう。はい。はい、まあ、最後のグループにチーム C はなるので、はい、まあ最初の感じはいい感じでしたね。うん、とても進みも良くて、うん、で大輝くんのラップがあってとかあったんですけども、まあ、ちょっと大輝くんがラップに集中しすぎたりとか、そう、焦りを感じてね。うん、っていうなんか、ちょっとしたトラブルもあったんですけど、はい、まあ、リーダーの葛藤だったりっていうのが次回予告で見れたので、はい、うん、まあ、どんなことに悩んでどんな感じで解決してパフォーマンスに持ってくるのか、うん、楽しみですね。楽しみですね。はい、早速行きましょう。はい、行きましょう。さあ行くぞ。はい、では11-1、はい、再生。再生。完全にクリエイティブファースト、クオリティファースト、アーティストファーストを体現しているチーム C のこれまでのチーム C 今回の曲は、うん、なんかザ・ファーストそのものと言っても過言ではないかもしれない。同じね、BGM というか、うんうん、後ろの曲は一緒なんだけども、やっぱ作るものが全然違うからさ。そうだよね。伝えたいものというか、はいはいはい、人も違えばその個性も違って、うん、曲の感じも違うからさ、まずそれをそのものっていうオープニングっていうね、うん、なんかその夢をつかむ人たちのメッセージが詰まってそう。特になんか大輝くんのそのラップの感じを見た感じ、結構スカイハイさんもノリノリでっていうか、うんうんうん、ちょっとすごいいいねみたいな感じになってたから。確かに。私も翔太くんもいるしね。ここはあれだね、年齢層が若めというか全体的にはね、うん、その3人ね、13、14、16、うん、の子たちがいるから、うん、でめっちゃその分離れてるね、翔太くんもいるから、うん、ここが前回あったやつだね。うん。ちょっと難しい、ね。よし、絞られてるから15人の中で、今回は3人落とされて、やばいなと思って、焦ってめちゃくちゃ怖かったですね。まあそうな。うん。焦っちゃってる。いいんじゃないかな。まあ、チームとしてどうあるべきかも大事やしな。チームメイトの感情のコントロールがめちゃめちゃ大変でしたけど、まあ、結果個人になっちゃうところがね、うん、多分その意識しちゃう部分というかね、焦らずに、ゆっくりというよりか焦らずに、グループでいいものを作ろうとする反面、自分は目立たないといけないっていう、うん、なんかね、狭間があるから。確かに夜うん、かなね、レコーディングだよね。うん、3人なのかな今。確かに、まあ、大輝も13歳だけど、シュント君ルイも13歳ではあるから、果たして本当に気遅れなく発言できるかっていうのは、うん、特に年長者でクリエイティブ的にもリーダーシップ取ってる翔太が考えて組んであげてほしいし、これでいいやでやるとちょっと危ないとこなので、一回ちょっと翔太以外、一回ちょっと部屋お待ちに使わせてもらっていいですか。ありがとうございました。あ、はい、失礼します。失礼しました。失礼します。おお、なんか俊太くんもいた。だから1対1でちょっと話す。うん、一回ちょっとそういう、うん、クリエーションの話ちょっと一回しっかりやろうか。ちょっと今クリエーション、クリエーションだな。来てもらって。あ、はい、すごいな、なん、オーディションっぽくないところやな。なるね。うん、あ、そういうこと。あ、そういうこと。そういうこと。なんだ、なんか結構重々しい感じやったからさ、うん、あ、わざとそうしたん。そういうことやったよ。俺マジでその結構悩んでるからこうやってしようかみたいな感じかと思ってた。ね、すげえ。マジ？うん。
めっちゃ悩んでたんやろな、めっちゃなんかガチガチって思ったもん。ねえ。結構真面目な話やからみたいな感じかと思ったよ。まあね、こういう場だからさ、うん、張り詰めるのは、うん、張り詰めるし、普通こんなのないよ。ないよ、マジでないよ。こんだけ少人数だからっていうのもあるけど、うんうん、ガチすごいな。あ、この配慮すごい。やば、司会したかったから、そうだな。あ、もちろんありませんし、このサムネやったのか。なるほどね、サムネが何の、うん、え、サムネ用の撮影かなと思ったんだけど、そうそう、めちゃめちゃうまい。まあ、なかなかな、こういう合宿の場で誕生日迎え入れるのも、うん、なかなかの境遇やし、そうだ、なんかね、部屋を退出させられて、あ、もう知らないんだよ、多分行ったのか、みたいな感じだったんで、チームは知らないのか、あったんですけど、すごい幸せそうな翔太くんの顔が見れて、だからレイくんとか大輝くんも演技うまくねみたいな、うん、気づかなかって行った瞬間に言われたんかも、そうね、マスコミさんなんか呼ばれたよみたいな、いや違う違う、サプライズなんだけどみたいな。すげえ、こういう一コマもあるんだ、いいな、めっちゃいい、うん、ゴールデンエイジ組。カチカチかもな、うん、思ったより硬いかも、うん、俺よりかも。俺の硬い硬いけどね。なんか龍平くんのあれな、大人落ち着きすぎてるんだ、逆に、ね、もう横で見守るだけ。悩んでおりますね、絶賛悩んでいる。自分の中の意識がやっぱメンバーのみんなを気遣う方にちょっと傾きすぎちゃってる。それがなんかクリエイティブなのかなと。そうだね、ここはあえてしっかりダンスとボーカルで見せたいから。シュンテ君もやからね、うん、僕自身思ってたのがすごいグループの中の3人だけみたいになってんな、熱量の差が結構あったかなと思ったので、集中するところは集中しようって言いました。いろいろ話し合おうかなって一回ちょっとだけ、そういうのを5人で、まあ、なかなかな、やっぱな、経験というかも違うから、うん、まあ、気が抜けてる瞬間がちょっと多いから、そこをちょっと引き締めたいのと、もうちょっとプロ意識っていうか、そのオーディションにどういう気持ちで臨んでるかなっていうのをもう一回見直した方がいいんじゃないかなっていうのをさっき俊太と喋ってて、もう一回考え直してほしいのは、この合宿であのデビューがかかってるっていうこと でそこの熱量がやっぱチーム内だけでもバラバラになるだけで、やっぱチームとしての一体感とかもなくなってきちゃうから、そこがちょっとあるかなっていうふうに、大輝は特にちょっと自分にこうなっちゃうから、ずっとその出来上がったリリックを歌い込むのはめっちゃいいことだけど、今クリエイティブってなってる、それをどんどん変えれなくなっていっちゃうから、固めすぎると、あるいはちょっと脱線してふざける場面がちょっと多かったりもしたから、うん、そういうとことか、うん、はっきり、うん、まあね、言った方がいい。部分があって、うん、すごい一人にこう言っちゃうけど、うん、やっぱチームで結局やることないから周りのこともしそうだね。そうだから。まあそうだよな。多分、うん、結果デビューしてグループだからね。うん。そうだね。場を大事だよな、やっぱ。うん、それはふざけてる。協調性。やるときちゃんとやるの。ちゃんとそうそうそう。でそのふざけてる時もその忘れないようにっていうのは、うん、基本的にやっぱずっと意識は切らさない方がいいかな。なんか油断してる瞬間が多ければ多いほど。実力に差がきっと出てきちゃうし、ふざけたとこととか話が変わったりとか、しっかりしてるな、やっぱ、うん、なかなか、なんかまとまってる、ちゃんとして、うん、あのそういうことを翔太君が言っていて、今日のチームワークもすごく高まってて、ですごく充実したあの生活を送る、この引っ張り方はやっぱいいな、うん、やばい、やばい、しっかり理由があってこうなんだよっていう、だけど納得させられるよね、乗り越えることに意味があると思うんで、うん、怒られても頑張ります、みんなが安心して本番に挑めるように、僕自身も、翔太くんバックが結構基本喋ってるので、それとか支えられたらなとは思います。あ、2人の経験がやっぱズバ抜けて高いからないか、その感じは出していかないと、一番個性がバラバラな、うん、あ人が
多いところだと思います。招待以外は全員10代なので、しかもローティーンを含む。そうか、シュントもまだ10代なんだ。10代やこの時からね。ただ、3次審査段階で圧倒的な個性を出している方が多いので、登る山の見極めさえ間違えなければ、ものすごいカラフルな楽曲が生まれると思うし、正直一番期待しているのもチーム C です。確かに。まとめるのがとても上手だということがいい部分だとすると、まとめるときに自分のカラーがやはり消えてしまうっていうのがネックでもあるなと思ったので、なるほどね。まとめることに中心になってしまうみたいな言ってたし、実際オリジナルも作ってる人だから、クリエイティビティはめちゃめちゃある、そういう意味では最初の段階からもけどリーダーとしてのなんだ考え方とかも持たなきゃいけない部分があるから、リーダーだよねってきっとみんなが思っていると思うんだけど、なので翔太はいろんな人のアイディアを引き出す心が求められると思うし、その中で自分がちゃんと存在を発揮できるか、そう自分のちゃんとねその存在をその子に残さないといけないと思います。本当リーダーはまあそういうところあると思うわ。自分のクリエイティブ性があるからこそリーダーの悩みとかも増えてくるところだから、曲はすんなりできたっぽいのかね。確かに。なんか、他にどこかをゆらしてる。あんま抜け切れてない感があると。ずっとダンスとか歌のこと考えるっていう生活すごく充実してて、もう今めっちゃ幸せです。でも、まあ、気を緩めずに日々見られてると思って生活することも大事だけど、もっとダンスの時とかでもなんか自分が言われてさ、話を聞いて。自分から言う逆を言うっていうのはさ、しっかりと、まあチームのためっていうのもあるかもしれないけど、すごい気持ちの持ちよう、でもやっぱ年齢的なものもあると思うけどね、バチバチになってしまう可能性もあるからな。まあまあでもそこを受け入れる俊斗くんもいて、大事やなそれ。素晴らしい。これもチーム別じゃなくてもう、いろんな人にやってる。瞬きが多いってことは頭で考えてるの。すごくこれで合ってるのかな、大丈夫かな、これ間違ってないかなって考えてるの。すごくね、自信のねなさがね目に出ちゃうよ。瞬きをしない。はい。しっかり目を開けて。あいぶし。分かってるよ、レイコ。頑張れ。大丈夫。この合宿が終わる頃にはめちゃくちゃいい男になってるから。で、その原石なんだから、あなたは。混ざれです。ひとっきりね、頑張ってる姿をみんなが見てるよ。まあなんかね。こういうクリエイティブなこともしながら基礎練をしてさ、っていうなんか多分2つのことがちょっと重たい。そうね、どんどん不安になってくるような、どっちも重たいだろうけど、声を出
歌とダンスが楽しいことからなんかこう楽しくないことになってしまってたのをこうアドバイスもらってこう自分で気づいて、もう本当はこの衣装受かりたいなって気持ち強いのになんか受からなくてもなみたいな感じになってて、だからそこ言えるのすごいな、楽しみたいなって思いました。基礎練をしちゃうとちょっと嫌になっちゃう、ね、ちょっとなんか違う目線というか、あ、こうできなきゃいけないって思っちゃうからね、楽しみが負けちゃうよね、声いい、マジでいいよ、ほんとマジでもっていうのはすごいぞ。これで基礎練重ねたらもうどうなることや、ほんとに。めちゃくちゃいいですね。一気に彼のバースにするじゃない。僕もやっぱ一発目バッと聞いて、なんていうんですかね、本当にびっくりしちゃったというか、なんか最高じゃんってなっちゃった。さあスマイル、あ、そうそうそう、おお変わったのか。変わったね、君、あの一回泣いてから、切れたというか、また思い出した感じだね。あら、いるけどって感じ。なるほど。病み上がりみたいな感じなのかな。気にせず。ちょっと声出さずにしてんじゃない？これ立ってればするけど。成果発表の直前に病院行かないといけなくなった時に、同じチームメイトの子申し訳ないなっていう気持ちだったのと、病院悔しいなっていう気持ちがありました。お願いします。6日目か、まああと4日ぐらいか。本当にこのチームの何が素晴らしいって、で俺はこの後どこでラップすればいいんだっけっていう感じをさせてくれるっていうのを、そのまま見えるもの、耳に聞こえるものにしたのが音楽だと思うんだけど、それを感じるのがやっぱりこのチームの素晴らしさだと思うし、レイちゃんいる状態でやっぱ見たい。最初は翔太君のパートナーってマジでないよ。翔太君だけの決め方というか、わざとなんか低く、そうボソボソとした感じのラップ、アップって感じじゃないもん、すごい、あの僕には伝わりました。自分の中の気持ちとかをすごくみんな意識できてて、そこが素晴らしい方です。ありがとうございます。すごいな、マットキャブさんにこれ言われる。音楽好きが伝わるってね、このパフォーマンスだけで見せるのがすごい。まあ、レイちゃんだけが多分心配だろうな。そうだね、ちょっと何も、いや急になんか
褒められすぎてかな。でもずっとパンクした感じじゃない？うん、どうだろう。あの瞬間なのか悔しさなのかわかんないです。あら、わかんない。なんかチームを考えすぎて全然自分が出せないです。そっか。勝手に涙が出てきた。あら、いや、めっちゃ重たいですね。なんか重たかった。やっと気づいたみたいな感じかもしれないです。いや、全然自分大丈夫だと思ってたんですけど、気持ち的にも。まあ、要はあんなチームまとめてくれたよ。なんか大丈夫。いや、大丈夫だと思ってたんですけど、全然自分メンタルは。弱いくないと思ってたんで、やっぱ動きが高いと見せることしすぎないかな。すごい。お疲れ様です。よ、おかえり。いや、なんでもない。違うんだよ。違うんだよ。なんか思ったよ。違う、君たちに何もないんだよ、俺は。いいんだよって。じゃあみんな大丈夫。俺はね、分かってた。違う。一人で抱え込んでたでしょ。いや、抱えてはないよ。抱えてるという認識はなかったけど、俺の中ではね。楽しくやってたよ、それは。まとめるのも全然楽しいから好きだからいいんだけど、本番までに。いや、そうそう、大丈夫。ちょ、一瞬ね、まだ中間発表だから。違う、緩んじゃったから、それだけ個人的に。全然大丈夫、全然いい。全然。いや、まあ、やっとできたって安心感もあるし、ね、そうですね、俺はそこがちょっと今だから良かったですね。まあ、それが後々になってくる。確かに、良かった、今のうち良かったと思う。めっちゃ安心しちゃった。なんか、良くないな、気が抜けちゃったよ。でも、嫌なの、ダメだ。でも、ひかたくんもすぐスイッチが1位だ。切れる、一回言った。理由は違うよ、このオーディションにかける思いはきっとそれぞれあって、うん、イコールは1個じゃん。まあ、中間がいい感じだったけどね。そこがちゃんと強くあれば、あそこがなんか安心感と悔しさがちょっと一瞬ポッと出ちゃったよね。まあ、一瞬その、一旦終わったみたいなもんだから、ね、中間で一旦、うん、それが一個の関門やったもんね。うん、周りを見ることをとにかく残りの2日間は結構しっかりやってた方がいいかもしれない。意識して、まあ、それパフォーマンスも出てくるから。他の子に言われたのが、その見た時にめっちゃ良かったよって言われたんだけど、めっちゃ良かったよの次になんか子供と大人がなんか仲良くやっている感があるって思われちゃったんだ、うんうん、でそうやって見えちゃってるっていうことは、まあ、その大人とその翔太君と大輝瑠衣の間にやっぱ何かしらの差があってそう見えちゃってるわけだから。13歳なんだから、年齢が13歳なら事実なのに、でそんな中で2人がめちゃくちゃ頑張ってるって超事実だ、超すごい。でそれプロフェッショナルで同じ目線だけど、13歳で頑張ってるっていうのは俺らからして超半端ないの。俺らじゃ絶対できない。俺が13歳だったから絶対できなかったし、超すごいことしてんだよ。だってさ、お母さんいないとこで7日間も生活してんだよ。閉めるとこ閉めつつ、みんなが楽しんでほしいのが一番だし、リーダーとしては絶対5人で次の試合さすがやな、発言できる。なんか、なればなって感じですかね。今のがいいきっかけだった。まあ、傷つけさせない、うん、言い方もできる。本当だから大輝くんなんてそう13歳で見られてほしくないって言ってた、うんうんね、けどまあその事実もそうであるけど、でもすごいよ君たちはって言える発言がマジです。だからまあ大輝はそういう一発で自分かっこいいと思うところにつけるから。あ、道道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 道めっちゃいいな、好きやな、めっちゃ綺麗、めっちゃ好きやな、うん、ごめん、ありがとう、ナイス、大丈夫、ちょっとの隙間立っちゃう。カノンも入ってて、うん、ずっと、うん、あの僕、フリー
すごいな。覚えるとか以外で、うん、いいね、全体的に俺こうした方がいいとかありますか？今見えるここだと自分からダメなとこ聞けるのも、うんうん、いいことやな。もうその上の段階に行ったんじゃない、うん、やっぱり覚えることももう割と多いとその次となった。レジェンドなんか意識するところに、それが多分で基本はこの自分の目線のちょっと上に。あとルイはそこがうまい、その目を外すとこ、それはルイに聞いた方がいいかもな。あー、OK、 目線の外し方、ルイは狙ってるから多分。自然自然なんじゃない、自然なの。まあ自然です。すげえな。多分でかいな。無理に大声出さなくてもマイク乗る声だから出しやすいところですとは思う。あ、翔太君から教えてもらったんですけど、例えばルイはマイクの乗り方とか声質とか歌の、 あの切り方とかすごい綺麗だからそこがいいよって言って、それありがとうございますって翔太君にもすごい感謝しています。あと俊太君とか、大輝もですし、レイちゃんとかもすごいアドバイスくださって、僕も恩返しできたらなと思って。本当声は独特だよな、うん、いい声、うん、ちょうど変声期っぽい感じだから出しづらさもあるけどやっぱ聞こえるもんな、うん、パッて聞こえる、うん、オンラインライブ、そうか、なんかライブとかこんな感じだったもんね。あ、エクスタードしてる、うん、モリゾン中やもんな、うん、J-WAVE のライブなんだ。うん、知ってるなる曲、この曲いいよな。やばいって。これはバイブス上がるなよ。ああ、きたー、すごいな。これ流れてんの？この時までだってやってないんじゃないの？やってない。やりますぐらいでさ、うん、放送まだ始まってないはずだもんね。うん。これだけ流したのか。そうだね。おお。うわーってみんな。今までなかった感じで、ちょっと。見れてライブも、まあ、それにスカイハイさんっていうこともあってものすごい表現力で、この先アーティストとしてやっていくにあたって僕もなんかもっと未知の世界で新しい発見をしていきたいなっていうふうに僕から思いました。360度どこから映ってもかっこいいんだなっていうのは日向さんのライブを見て感じましたね。やっぱ日向さんのしてるポーズは基本的にどこから見てもちゃんと自分がこうかっこよく見える、こう上から見ても下から見ても上から見てもなるようにちゃんと顔の角度とかも考えられてて、あ、やっぱプロとしての威厳を見せていただいてすごく勉強になりましたね。めちゃ分かった。盗むとこばっかでした。角度とか、そうそう、マジさ、座り方の角度がめちゃくちゃ上手。これもだってこれ服使ってんのすごい面白かった。こう出してみたり、こう、こう出てみたり、声のレパートリーめっちゃ多かったの。バイアとかそうだった。映り方が全部美しかったんで。スカイハイさんはあれだよね、思ったより歌も多い、多いね。ラップラップしてない、うん、ほんとどっちもやってて、しかもダンスもねやってて、うん、このオーディションやるぐらいの、うん、素晴らしいものを持ってますよ。チームなんで指摘し合って、あの否定は何も生まないんで、相手のやってるのを褒めて褒め合って、否定というか注意、あのそこもちょっと超えた方がいいよとか、いいチームにできたらいいと思っています。明日も頑張ります。ありがとうございました。いやー、ほんとこのタイミングでのライブはめちゃめちゃバイブス上がるな、上がるね。
はい、11の1位見終わりましたけども、はいはい、まあ、チーム C の、まあ、今までの合宿の一日一日が映った感じかな、うんうん、はい、いや結構まあ合宿の中での、まあ、パフォーマンスとかももちろんだけど、うん、なんかバースデーとか、うん、このスカイハイさんのライブを見てみたいなのも初めて見たし、うん、やっぱ合宿やってるうちにそのなんだろうな、やっぱずっと気抜けないわけじゃん本当は、うん、でもああいう風にこうなんていうの、なんか新しい要素を取り入れるというか、うん、まあ、楽しい要素だったり、まあ、自分の中でのその見ることで得られるものをなんか学んでるところとかもめっちゃいいオーディションやなっていう風に思った。うん、なかなかやっぱ新しいものばっかりな感じだったな、うん、特に今回見たのは。うん。うん、で、まあチーム C は、まあ、結構順調めかな。うん、だね。うん、なんかいざこざとかはなく、はいはい、まあ注意、まあ、さっきね、うん、レイ君が言ってたけど否定じゃなくて注意をしながら、はいはいはい、まあ、お互い褒め合って高め合ってる感じが、まあ、出てますよね。出るね、うん、最初のなんか大輝くんのそのね自分自分になってるところは、うん、まあ、徐々に抜けつつ周りも見えてきて、うん、っていう、まあ、俊斗くんも支えね翔太くんのことを支えて、まあ、ずっとやってるから、そうだね、翔太くんがちょっと安心感とね、うん、なんか自分の悔しい部分もっと出せたんじゃないかなっていう悔しい部分が、ね、入り混じって涙はしてたけど、うん、まあ、そこはチームでカバーして、まあ、俊斗くんがまたさらにその話を聞いてっていうね、うん、まあ、全体で上がってる感じが良かったですね。そうね、うん、まあ、レイちゃんもまあ不安なところめっちゃあったみたいな感じで言ってたけど、うんうん、まあ、あの涙からもう、うん、ふっと変わってもう楽しむことがいいんだっていうふうにまた再認識してて、そうね、あの時勝って変わって、その後もなんかね、うん、いろんな歌のことだったりダンスも自分から聞き出すことができてるのはすごい成長だなと思って、うん、そうね、あの1回でバッと切り替わったのが、うん、まあいいタイミングだったかもしれないね、うん、中間発表でちょっと体調崩してできてないっていう不安も多分本人はあるだろうけど、うん、まあちょっと本番楽しみですね。楽しみやね、しみし、うん、うん、はい、今回は11の1見ていきました、はい、次の11の2多分チーム C のパフォーマンス見れるので、はい、またその回でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。